その泉田知事、後継指名は公にはしておりませんけれども、泉田知事とこの選挙ずっと相談しながらやってまいりました。メッセージ読ませていただきます。米山さん、スピーディー活用問題、東京電力の組織体質、放射性汚泥等に関する東京電力の自己責任、以上に関する私からの3つの質問に対する回答はありがとうございました。これまでの方針通り県民の皆様に向き合っていただけるものと確認できました。どうか頑張ってください。2016年10月14日、新潟県知事、泉田裕彦。